戸建て。八木商店著。ある日、夕方、うちに帰ると猫がいた。玄関のドアを開いた瞬間、あの独特の臭い匂いがまとわりついてきた。どこに隠れているのかと耳を澄ます。か細い鳴き声がかすかに聞こえてきた。耳を澄まし、匂いをたどって今に入ると、そいつはいた。まだ子猫だった。見知らぬ場所に無理やり連れてこられたせいか、ビクビク震え、身を縮めて丸くなり、怯えた目だけを機敏にキョロキョロさせている。とても哀れな姿だ。しかし、私はこんな子猫に同情はしない。なぜなら、私は猫が嫌いだから。私の両親も大の猫嫌いだった。そして祖父母もみんな猫嫌いだった。なのにうちの娘や妻と来たら、無防備にもおどおどしている子猫に触れながら、かわいいと、そのたどたどしい仕草一つ一つを、そんな曖昧な言葉で片付けてしまう。いくら娘や妻が愛らしいと言おうが、私は嫌いなものは嫌いで、愛らしい仕草に一瞬たりとも気持ちが揺らぐことはなかった。ペットショップから買われてきたそれは、一応家族ということになるわけだが、私は絶対にそれを可愛がることはない。自信がある。だから情が移ることもない。それが死んだところで、心を痛めることもない。築15年の我が家。現在私は一戸建てに住んでいる。この家に住みたいと言い出したのは妻だった。私はどこに住みたい、どんな家に住みたいという願望は妻ほど強くなかった。私は市営団地で生まれ、そして育った。両親が生まれ育ったのもそこで、祖父母もみんなそうだった。みんなそこでの生活を好いていた。団地での生活はとても快適だ。私はそこ以外の生活をほとんど知らずに育った。両親は祖父母が亡くなった今でも、昔から住み慣れたそこに住んでいた。団地は一つ一つの部屋は確かに狭いが、その建物、敷地は一戸建てとは比べ物にならないくらい広大だ。私は広い空間が至るところに空いているそこが好きだった。子供の頃は隣近所の悪ガキどもといつも広い敷地内を夕方遅くまで駆け回っていたものだ。まぶたを閉じればあの頃の懐かしい思い出が昨日のように浮かび上がってくる。思えば、今までこうして生きながらえてこれたのも、そこで培われた知識のおかげだ。すべて周りの大人や悪ガキどもと共存することで、自然に学んでいったように思う。もちろん、両親、それに祖父母には、私をここまで大きくしてくれたことへの感謝の気持ちを忘れたことはない。私を取り巻く環境そのものが、私を成長させてくれたのだと思えるのも、今現在、私がこうして一戸建てに生活しているから余計にそう思うのだろう。幼馴染の大半は今でも住み慣れた団地に住んでいる。最近は実家に寄った時に軽く挨拶を交わす程度の濃度の薄い付き合いになってしまったが、それでもみんな昔と何ら変わらぬ接し方をしてくれる。彼らもまた、私を家族の一員だと認めているからなのだ。団地だと敷地内に生活に必要なすべてが揃ってるから楽でいいんだよ、とみんな口を揃えて言うが、確かにそうだ。スーパーマーケットやコンビニが敷地内にあるのは、家庭を仕事場にしている主婦たちにはありがたい。特に子育てに追われ、時間にゆとりを持てない時期は、
遠方まで走って食料を調達するのは不便極まりない。団地は社会の中にあって、さらに小さな社会を築いている。だからそこで生活するとなると、様々な規制が強いられることになる。不便に感じるものもあれば、感謝に値するものもある。ペット禁止。規則の中でも、このペット禁止というのは、私にはありがたかった。私はこの年になるまで、ペットと親しんだことはない。それだけにペットとの接し方は不慣れで煩わしい。高齢の両親がこの家に引っ越してこない理由の一つがこれだ。だってお前、一戸建てだろ。今はまだ孫も小さいけど、そのうちに友達ができて、その友達の家でペットでも飼っててみろ。欲しいって言い出すに決まってるだろ。そうなったらどうするんだ。父さん、犬はともかく、猫は生理的にダメなんだよ。母さんもそう。そんなこと、お前もよく知ってるだろ。ここはペットが飼えないから快適に暮らせるんじゃないか。父も母もペットが放つ体臭を毛嫌いした。犬はともかく、猫の匂いには異常なくらい過敏に反応したものだ。私も猫の匂いはちょっと嗅ぐだけで全身に鳥肌が立つほど寒気を感じてしまう。猫の体臭もさることながら、あの餌の匂いには耐えられないものがあった。最近ではキャットフードとかいうそれ専用の食品も市販されているそうだが、祖父の子供の頃は簡単に屋根裏に忍び込んでネズミを飼っていたらしい。昔眠りにつく前によく祖父が話してくれたそれにまつわるおぞましい話は、猫について何も知らなかった幼い私を強烈に震え上がらせた。その光景を思い描くだけで全身の体毛が逆立ち、皮膚が瞬時に縮こまった。最近はペットの猫はもう狩りはしなくなったと聞く。しかし腹を空かせた野良猫は今も昔同様に狩りをしていると噂で聞いたことがある。私はそんな野蛮な行為を両親の呵責もなく平然とやってのける無神経な猫が大嫌いだ。今まで猫に噛みつかれたり追い回された恐ろしい経験はない。おそらく祖父から聞いた話は先入観となって幼かった私の無邪気な心の奥深いところに猫嫌いの種を植え付けてしまったのだろう。パパ、ほら見て。この子、すごく可愛いわよ。3歳を迎えたばかりのまな娘が、そっぽを向く私の小袖を引っ張り、それに微笑みかけている。私は無邪気な娘に促され、やむなくそれに視線を送った。親元を無理やり離され、知らない場所に連れて来られたことにおどおどしている姿に、一瞬幼い娘の姿が重なった。私はその瞬間、猫嫌いにもかかわらず、迂闊にも哀れな眼差しを床に這いつくばったそれに向けてしまったのだ。不安におののくそれは、小刻みに震えていた。そのまましばらく娘と一緒に見ていると、床に転がっていたスーパーボールを見つけて、前足で転がして、あっち行ったり、こっち行ったりとじゃれ始めた。かわいい。愛らしい笑みを浮かべた娘の優しく弾んだ声が、それに哀れみの眼差しを向けた私に鞭を打った。無邪気で無知な娘の無防備さが私に怒りを招いたのだ。途端に私はいつもの猫嫌いに戻っていた。猫の恐ろしさを知らない娘に怒りの感情が湧き起こる。正直私には子猫のボールを転がしている姿のどこが可愛いのか理解できないでいた。
でもな、こいつもすぐに大きくなって今に悪さするようになるんだぞ。私は心に密かに充填した怒りを制して優しく娘に諭しかけた。そりゃそうだよ。だって猫だもん。私は娘の言葉に思わずドキリとし、言葉を飲み込んでしまった。娘はまるで猫が何たるかということを知っているかのような口ぶりで、すらりと言いのけたことに大きな危機感を抱いたからだ。私は優しい笑顔を保ったまま、それを眺める娘を呆然と見つめ、彼女の将来を懸念し、その無防備さに危惧した。この子はどこで猫を知ったというのだろう。私が知っている限りでは、猫に遭遇したことは一度もないはずだ。なのになぜ？妻と外出したとき、その時知ったというのか。いや、それはないはずだ。元来妻も私同様に、生理的に猫は嫌いなはず。猫の姿を見るのも嫌なはずだ。しかし、娘に猫を教えてやれたのは妻以外にはいない。私の両親も妻の両親も高齢のため、娘が生まれた頃からは、ほとんど外出しない生活を送っている。彼らが嫌いな猫の話を娘にするとは思えない。ならば、やはり娘は妻と外出した時、猫の姿を見つけて、その時教えてもらったのかもしれないな。多分そうだ。それにしても、この子が猫がどういう生き物なのか何も知らないというのは危険だ。しかし、妻も妻だ。この子が猫に興味を示したときに、なぜもっと適切なことを教えてやらなかったのだろう。お嬢様育ちの彼女は、おおらかなところはとてもいいのだが、能天気で少し常識に欠けているところはよろしくない。今はまだ子猫だからいいものを、大きくなったときには取り返しのつかない事態を招くかもしれないというのに。私は不意に湧き起こった苛立ちに妻を呼びつけた。おい、どういうことだ？どうしてこの子が猫を知ってるんだ？猫に近づけたんだな。あれほど近づけるなと言っておいたのに、私が大の猫嫌いなのは知ってるはずじゃないか。君も猫が大の苦手なのに、一体何を考えてるんだ？だってじゃない。子猫なんて半年もしないうちに大きくなるんだぞ。この子があの鋭い爪で引っかかれたらどうするんだ。そこからバイ菌が入って病気になったり、取り返しのつかないことになったらどうする？私はついつい自分の興奮した声にさらに煽られ、いつになく大きな声で怒鳴っていた。その異様な私に娘は驚き、妻に駆け寄って泣き始めた。ほら、泣いちゃったじゃない。そんなに大声出さなくてもいいのに。大丈夫よ、この子にもちゃんと言い聞かせてるから。猫は遠くから離れて見るようになさいって。そんなこと言ったって君、猫は犬のようにのろまじゃないんだぞ。壁だって垂直に登ってくるし、通れそうなところはどこだって頭を通してくるんだからね。君は知らないんだよ、本当の猫の恐ろしさを。娘は妻の背後で隠れるように泣き続けた。私だって猫の恐ろしさくらい知ってるわよ。何を知ってると言うんだ、言ってみたまえ。感情をなるべく抑えたかったが、妻のふてくされた居直りに触発されてしまい、再び怒鳴ってしまった。猫は獰猛だってことよ。つい先日も隣町で野良猫に喉元を噛み切られて赤ちゃんが亡くなったって。ああ、それなら私も知っている。実家の近くだ。昔私が住んでいた団地の向かいの棟に住んでいた方のお子さんらしい。ご主人は私よりも随分年下だから一緒に遊んだことはないが、
一戸建てに引っ越して一週間も経ってなかったそうだ。念願のマイホームを手に入れた矢先の絶対にあってはならない悲しい出来事だったのよ。妻は泣きじゃくる娘を抱き寄せて哀れな表情を浮かべてつぶやいた。亡き子を思う母親とは常にそのような表情でいるのではないかとさえ思える寂しい顔だった。一戸建てには住めばそれはそれでそれなりのリスクがあるんだ。君の実家は一戸建てだったから分かってるものだと思っていたのにな。一戸建ての生活に慣れていた君には猫は飼っても大丈夫だという心の隙があったんじゃないのか。慣れが心に無防備を招いたんだよ。実家には昔猫がいたけど猫の被害なんて一度もなかったからね。そうね、この子だってまだまだ小さいんだもんね。噛みつかれでもして場所が場所ならほんと命を落としちゃうかもしれないんだよね。私は反省の色をあらわに見せた妻の肩をポンと軽く叩いて、その日から我が家の居候となった子猫を残して部屋を出た。我が家に子猫が居候するようになって2週間が過ぎた。家の中には子猫とキャットフード、それに加えて糞の匂いが強烈に鼻をつく。さらにはその匂いを消そうと防臭スプレーが朝から晩までひっきりなしに振りまかれるありさまだ。そいつがやってきたおかげで私は防臭スプレーの脳を犯しそうな嫌な匂いにも悩まされるようになった。しかしこの匂いはたまらんな。どうにかならんのか。日に何度となく私はこんな小言を口にするようにもなった。防臭スプレーの匂いが体にこびりついているのが自分でもわかる。自分ですらわかるのだから他のものならなおさらその匂いはたまらないだろう。外出した時などすれ違いざまに顔をしかめて過ぎ去る者もいる。先日もそうだった。仕事仲間たちと休憩中に談笑している時のこと。私の隣にいた男が、おい、何か匂わないか、と突然顔をしかめた。私たちは鼻をクンクンさせて周りの匂いを嗅いだ。しかしこれといった変な匂いは感じない。私は何も匂わなかったので黙っていた。すると別の男が、確かに匂う、この匂いは、と言ってからまたクンクン鼻をさせて匂いを嗅ぎ始め、ついに大声で猫の匂いだと悲鳴を上げた。男が猫と叫んだ途端、その場にいた者たちの顔から一斉に血の気が引き、身をかがめて慎重にあたりを見渡し始めた。あいにくその場にいた連中は揃いも揃って大の猫嫌いだった。近くにいるんじゃないか。いや、近くに気配は感じられない。じゃあこの匂いは一体どこから。目をつむりクンクン鼻をさせながら一同が匂いの発生源を探り出そうと嗅覚に神経を集中させた。そしてじわりじわりとその匂いのもとに歩み寄っていった。いつの間にか私は彼らに取り囲まれていた。みんなまだ目をつむって鼻だけをひくひくさせている。そしてここだと誰かが叫んで一斉に血走った目を開いた。その時の私は惨めでならなかった。自分に猫の匂いが染みついていることに全然気づかなかったからだ。防臭スプレーを体に吹きつけていたので、そいつの匂いは消されているものだと思っていた。安易に考えていた私がバカだった。私は自分のこの浅はかさを心底恨んだ。お前家で猫飼ってんの？俺本当にダメなんだよね。そいつの匂いを嗅ぐだけで吐き気を催すんだ。
申し訳ない。俺たちがダメなの知ってて、わざと匂いつけてきたんじゃないの？信じられないね。すまん。そんなつもりはなかったんだ。今度からもっとちゃんと気をつけるよ。猫飼ってんなら、もうお邪魔できないな。いや、猫と言ってもまだ子猫なんだ。噛みついたり引っかいたりはしない。ちゃんと厳しくしつけされてるから、みんなが心配するようなことはないよ。だからそんなこと言わず、いつでも来てくれよ。いや、やめとくよ。そんなこと言わないでくれ。生理的にみんなダメなんだ。お前だってそうじゃなかったっけ？なのによく平気でいられるよな。楽しい時間のはずが最悪のものになってしまった。あの日以来、みんなは私を意識的に遠ざけるようになった。私はたった猫一匹のおかげで友人を失う羽目になってしまったのだ。体毛の一本一本にまで猫の匂いが染みついている。それはあたかも体毛の一本一本に銀映えの卵をくくりつけているかのようで、自分の体臭に混じって猫の匂いを嗅ぎ取った時など、全身を浮かしたばかりのウジが這いずり回っているように思えて、自分の体にもかかわらず切り刻んで捨ててしまいたい衝動に駆られる。私は不意に狂気に理性を失いそうになる自分に恐怖を抱いた。今はまだ正気を取り戻すのも簡単だ。しかし日を追うごとに、私は私自身のこの猫の匂いが染みついた肉体に嫌悪感を募らせている。自分でこの狂った衝動を振り払うことができるのも、そう長くは持たないと思われた。私は救いを求めて妻にすがりついた。あれが死ぬまでこの匂いを我慢しなければならないのか。仕方ないわよ。何ともやりきれない私の嘆きに、妻の言葉が追い打ちをかけた。仕方ないか。そうだよな。あれがここにいる以上は仕方ないんだよな。私は肩を落とし、うなだれたまま子猫を見合った。あいつをこの家から追い払えば、私はもう苦しまなくて済む。簡単なことだった。しかしそんな簡単なことですらもうできないくらい、私は精神的に追い詰められていた。私は生きる屍と化し、この先猫が死に絶えるまで我慢して生きなければならないのだ。そんな私とは対照的に、あいつと来たらだいぶ我が家にも慣れてきたらしく、自由気ままに部屋の中を駆けずり回っていた。まったく気楽でいいものだ。私がこんなに苦しんでいるというのに。あいつを眺めているとき、不意にどこからともなく殺意が顔を覗かせてくる。しかしその殺意の矛先はあいつにではなく、常に私自身に向けられていた。気楽って？妻が不思議な顔で尋ねてきた。いや、あいつは食い物は自分で手に入れなくて済むだろう。餌はいつも用意されている。だが私たちはそうじゃない。誰かが用意してくれることはない。食うためには必死に働かなくてはならない。家族を飢え死にさせないために、社会の中で必死に戦わなければならないじゃないか。そうね。あいつは何もしなくていいんだよ。気ままでいい身分だ。犬と違い、自分のしたいように散歩も自由だ。まったく羨ましい限りだよ。私は私自らが自分に向けた殺意を追い払うかのように愚痴った。生きるために、家族を養うために、毎日懸命に駆けずり回る私たちとは対照的に、何一つ苦労なしに食事にありつける猫が憎たらしい。しかしそんな風に妻の手前子猫を蔑んでみたものの、
殺意は一向にそいつには向いてはくれなかった。私には勇気がなかった。そいつを追い払う勇気もなく、殺害する勇気はなおのことない。それどころか認めたくはないものの、子猫のような気楽で自由な生き方を望んでいる。猫はいいわよね。妻がぼそりとため息とともにつぶやいた。君がもし猫だったらどうなんだろうな。どうって？妻も猫の生活に羨望を抱いていたのだろう。帰ってきた言葉にためらいがあった。私はそんな彼女に絶対ありえない空想を描いてみた。私は猫が嫌いだ。もし君が猫だったら、やはり君には近づかないだろうな。いくら君だったとしても、猫だもんな。私は彼女を見ないで、子猫に視線を落としていた。私が猫なら、私はあなたに近寄っていくでしょうね。どんなにあなたに嫌がられても、それでも最後まで執拗にあなたを追い回すだろうな。最後まで？私は妻の言葉の意味を考えた。最後までって、私の猫嫌いがなくなる時までってことかい？そんなのいつになるかわからないじゃない。頑固なあなたから猫嫌いがなくなるなんて、それはこの先永遠に待っても絶対に来ないわ。妻の優しいささやきは、私を納得させるものだった。そうだな。私の猫嫌いが治るわけないよな。妻は私に微笑みかけた。猫になった妻は私をおもちゃにしてもてあそび、恐怖で狂っていく様子を楽しみながら、最後は喉仏にその鋭い牙を突き立てるのだろう。私の抵抗は彼女には届かないのだ。我が家にあいつが来て2ヶ月が過ぎた。相変わらずあいつに愛情を見出すことはなかった。それもそのはず、私の猫嫌いは以前に増して膨れ上がっていた。あいつが来て以来、私は不眠症で毎日気だるさに苦しめられるようになった。新しい環境で2ヶ月も生活すれば、どこに何があって、家族がどのような生活リズムを送っているのか把握したのだろう。あいつは誰もが寝静まった夜中に盛んに行動するようになった。誰にも気づかれないように家の中を巡回するのだ。静かに、絶対に足音を立てないように、その4本の足の神経をピンと張り詰めて。しかし、いくらあいつが注意を払ったところで、私があいつの居場所を見失うことはない。まだ子猫のあいつは、自分の体が猫の匂いを絶え間なく放っていることに気づいていない。たとえあいつが柔軟で身軽だとしても、決して私たちの寝室にまで入ってくることはできなかった。しかし、ベニヤ板で仕切ったすぐ向こう側にあいつがいるのかと思うと、無意識に全身の毛が逆立ってしまう。この1週間くらい前から私の体調を心配して、妻は深夜私が眠りにつくまで起きてくれていた。私がようやく眠りにつくのは日の出間近だった。彼女にはすまないという気持ちでいっぱいだ。同時に惨めな姿を家族にさらした自分が不甲斐なくて悲しい。もしも私が猫が平気な体質で生まれていたなら、どんなに平和な日々を送れていただろう。時にそんな惨めな妄想を思い描くこともある。だがそれは所詮無理な話。私の体には先祖代々受け継がれた猫嫌いの DNA が、全身の細胞一つ一つに漏れなく組み込まれているのだから。妻や娘は、女性特有の母性愛の目であいつを見ることができたが、私にはどうしてもそれができなかった。
眠れそう？子猫の足跡に聞き耳を立てて、息を潜める私に妻が優しく囁いた。いや、板切れ一枚隔てた向こうにあいつがいるかと思うとな。どうしても気になって神経を休めることができない。最近食欲もあまりないみたいだし、本当大丈夫？食べてはいないけど、栄養は足りてると思うから心配ないよ。妻にはこれ以上余計な気を使わせたくなかった。確かに妻に言われなくとも、あいつが来てからというもの、食欲はめっきりなくなっていた。その分、サプリメントで補給していたが、やはり体力は日に日に衰えを見せていた。一体、いつまでこんな生活が続くのだろう。つい2ヶ月前の何気ない日常が、とても幸せな日々に思え、無意識にそんな言葉を漏らしていた。おそらく、私の絶望に満ちた声は、そばにいる妻には、より一層辛いものに聞こえていたに違いない。私は黙って文句一つ言わず、弱音も絶対に吐かずに、献身的に尽くしてくれる彼女が不憫に思えてならなかった。本来ならば私の方が妻を励まし、ねぎらわなければならないというのに、私は妻に甘えるばかりで、ついつい弱音を漏らしてしまうこともあるのだ。すべてにおいて私には後悔が残った。マイホーム。一戸建てに住むのは団地で生活したことのない妻の要望だった。妻は閑静な住宅街に古くから佇むこじゃれた洋館で生まれ、そして育った。その洋館にはもう何代も前から住み、その地域では誰もが知っているお嬢様だった。彼女との出会いは偶然だった。今でもあの日のことはよく覚えている。当時、私は自分のテリトリーの狭さに失望し、自暴自棄になっていた。そんな私はある日、意を決して一人旅に出ることにした。住み慣れた故郷から姿を消したのは、梅雨がようやく明けた日の夜明け前だったと思う。団地を出るときは振り返らなかった。振り返るとそこに、仲間や家族が一列に並んで、旅立つ私を見送ってそうな気がしたからだ。私の一人旅は、集団就職で故郷を去るような涙を期待するものではなく、自由気ままなものだった。でも、団地から少し離れた自販機の陰に隠れて振り返ってみた。一瞬、別れを惜しんで、両目いっぱいに涙を浮かべた仲間たちと、家族の手を振る姿が見えたような気がした。驚きだった。私は一瞬目をそらしてすぐにまた見た。しかしそこにはもう仲間たちの姿はなかった。熱い涙が両目からこぼれてきた。私は幻を見ていたようだ。私は意識的に拒んでいたものの、本心では仲間たちに見送られることを望んでいた。誰かに気づいてもらいたかったに違いない。だから涙が流れてきたのだ。まだまだ鋭利な刃物のように尖っていた私には、素直にそれを受け止めることはできなかった。私はその時、自分のテリトリーが何であるのか明白になった気がした。仲間や家族がすぐ近くにいて困ったことがあればすぐに頼ることができる。そんなぬるま湯のような環境が私の心に居座る限り成長はないと感じた。何をしなければならないのか漠然とだったが、不確かな形となって見え始めたように思った。私はきびすを返してまっしぐらに見知らぬ土地に向かった。行き先はどこでもよかった。どのくらいの街を転々としたのか忘れたけど、どこまでもひたすらに走った。腹が減った時は何でも胃に詰め込んだ。飽食の世の中で
食料に欠くことはなかった。残飯を口にするのに抵抗はなかった。都市の繁華街の路地裏で、ホームレスと一緒にゴミ箱を漁ったことも何度もあった。全く手をつけてない料理がそっくりそのままの形で捨てられていることもしばしばだった。家では食べたことがないようなゴージャスな料理もよく口にした。都会は違う。故郷の田舎で捨てられる残飯とは天と地ほどの差があった。旅の間、よく将来のことを考えた。都会は仕事にあふれている。仕事があるところに人は集う。当たり前だが、私は都会のゴミ箱を開いてみるまで、そんな当たり前のことを考えたことはなかった。旅に出てどれくらいの月日が過ぎたのかわからないが、都会と田舎の良いところと悪いところを存分に味わった私は、次第に足先が故郷に向き直していることに気づいた。両親には置き手紙すら残してこなかった。さぞかし心配しているだろう。突然姿をくらました私を探して、仲間たちに私の行方を執拗に問い詰めたに違いない。だが、私は仲間にも何も知らせてなかった。両親は落胆し、その場に泣き崩れたに違いない。容易にその光景が想像できた。私は旅を続ける中で、一度だって実家に便りを出したことはなかった。多分家族も仲間たちも、私はもう亡くなったと考えたに違いない。私は社会勉強を外の世界に求めた代わりに、私を生んだ故郷にその存在を消してしまったのだ。しかし私は自分でも気づかないうちに、故郷に早く自分の存在を取り戻したいと思い始めていた。望郷の念は日に日に募っていった。気がつくと私は故郷のすぐ隣町まで帰っていた。いつの間に帰ってきていたのか、今振り返ってみても空白の記憶でしかない。たどり着いたのはとても静かな住宅街だった。旅立った時と同じく夜明け前の静寂さが町全体を支配していた。故郷のすぐ近くの町までたどり着いた喜びのせいか、私の心は浮かれていた。高いところに登れば、あの懐かしい故郷の街並みが見えると思った。私は強い衝動に駆られ、高い建物を探した。どうやってそこまで登ったのか記憶がないが、私は3階建ての古い洋館の屋根によじ登っていた。東の空がかすかに白さを帯び始め、ゆっくりと夜の闇が溶けて街並みがあらわになっていく光景はとても幻想的だった。私は辺りを一望した。どうやら無意識に取った行動は正解だったようだ。隣の家の2階の屋根に私をちょこんと屋根に乗せている影が映っていた。その住宅街で3階建ての建物はそこだけだった。それより高い建物はどこを見渡してもなかった。朝日は次第に空を青く染め、遠い先に故郷の街並みがかすかに見えたとき、私は屋根の上に登っていることも忘れ、はしゃいで何度もジャンプし、心に満ちたぎる喜びを全身の躍動する筋肉で表現していた。朝日が夜中に冷え切った大気をにわかに温めるよりも早く、心にじわりと広がる温かい故郷の思い出が私の全身に熱い血を流した。その時だった。そこで何してるの？不意に背後から声がした。私は若い女性の声に驚き、そのまま真っ逆さまに地面へと滑り落ちてしまった。目が覚めた時、私は柔らかいベッドの上に横たわっていた。
ベッドの柔らかい感触など野宿に慣れていた私の体にはかえって不快に感じられた。目覚めたようね。どう？痛む？若い女性に優しく尋ねられた。彼女の質問に答える暇を許さず、感情が思考を支配した。美しい。タイプだ。まだどこか痛むのね。いえ、どこも。クールに答えた。気取ることに神経を集中させていたため、そう答えるのが精一杯だったが、実際どこも痛みはなかった。彼女との偶然な出会いがなければ、私は今こうして不眠症に悩まされることもなく、実家の団地でいびきをかいてぐっすり眠っていたかもしれない。奇妙な出会いを経て、私たちは自然に心惹かれていった。彼女にプロポーズしたのは、出会いから3年後のことだった。自然な成り行きで結婚した。同時に新居を構えた。中古物件だったが、妻は大いに満足してくれた。結婚して2年後に娘を得た。平穏な日々がゆっくりと私たちの歴史に刻まれていった。ずっとそうなるものだと思っていた。しかし未来は予想もしない方向に向きを変えてしまった。たった一匹の子猫が現れたことで、私たち家族の未来はボロボロと崩れ始めた。あなたの体調が良くなるなら、ここを手放してご実家で同居させていただきましょうか。我が家に猫が居座って4ヶ月が過ぎた。あいつは親猫と見違えるほどに大きくなった。あれの成長に比例して私の肉体は衰えていった。不眠症は改善されず、毎日がうつろに過ぎていく。体調を崩して以来、仕事はできないでいた。家計は逼迫し、働けない私の代わりに、数週間前から妻が外に出るようになった。妻が留守の間、私は3歳の愛娘と一緒に、部屋の隅でひっそりと体を丸めて横たわっている。栄養剤の容器は加速的に軽くなり、軽く振ると錠剤が容器に跳ね当たる軽快な音がした。妻は朝、昼、晩とそれぞれ数種類の栄養剤を用意してくれる。残念なことに、もう何週間も前から私は妻の料理を一口も飲み込めないほどに衰えていた。パパ、大丈夫？娘のいたわりの言葉が身に染みて辛い。大丈夫だよ。けなげな娘にはそう返したものの、大丈夫でないのは明らかだった。体重はどれくらい減ったのだろう。鏡に映る私の顔は病に侵され、弱い幾ばくもないものに見える。頬はこけ、顔からは血色が引き、目のくぼみが骸骨を浮き上がらせている。私はこのまま体力が回復するのを待たず死んでしまうのではないか。弱音を吐くわけではないが、素直にそう思えた。死神の足音がこのところ昼夜を問わず耳元にこだましてくる。その足音は決して大きくなく、意図的に音を消してやってくる。寝室の壁の向こう側にやってくると静かに立ち止まり、一呼吸置いて、狂ったように鋭く尖った爪を薄いベニヤ板に立てて、ガリガリほじくり始めた。死神はもうすぐそこまで来ていた。パパ、私怖い。ベニヤ板を伝って響き渡る、ノコギリを引くような強弱のついた振動音。軽い地震のような振動を伴って、部屋全体に響き渡るその音は、幼い娘の鼓膜を容赦なく恐怖で襲った。横たわる私に身を丸めてすがり寄る娘は震えやまない。
私たち親子は死神がしびれを切らせてその場を立ち去るまでじっと息を潜めて耐えなければならなかった。地獄になった。かつて私が未来に描いた幸せなライフスタイルは幻想でしかなかったのだろうか。あいつが来てからの生活は私たち親子にとって地獄でしかなかった。先日昼間久々にぐっすりと眠りについた時、妻は私の実家と彼女の実家に出向いて今後の生活について両親たちと話し合ったそうだ。私の両親もお父さんたちも実家での同居を歓迎してくれたという。同居に私は抵抗はない。それは妻も同じ意見だった。娘は祖父母との生活を大層喜ぶに違いない。決断の時が来たのかもしれない。妻が仕事から帰ったら話そう。私の決断に妻も喜んでくれるはずだ。私は泣き疲れて眠ってしまった娘を抱き寄せ、妻の帰りを待って眠りについた。どれくらい眠ったのだろう。ノコギリを引くような不快な音で、はっと目を覚ました。娘はまだぐっすり眠っている。部屋に差し込む日差しの帯が見えないということは、どうやら日が暮れたようだ。私はまどろみの中、まだ完全に目覚めきらない頭で、今その時に思いを巡らせていた。もう夜なのか。ずいぶん眠った。このところ生活リズムは完全に妻のそれとは逆転している。妻は私の看護と娘の子育てで手がいっぱいだというのに、働けない私に代わって外で稼いでくれているのだ。彼女へのこの恩は私のこの先のすべての生涯をかけて返していかなければならないだろう。今の私は夫としての義務を果たせず、父親としての義務をも果たせていないでいる。失格者。そうだ、家族に貢献できない私は失格者の烙印を押されても仕方なかった。しかしこのまま落ちぶれていくのは嫌だ。このまま衰弱して恩を返せないままに家族の元から永遠に去るようなことはしたくない。頬に伝わる熱い涙が口の中に流れ込み、苦みが広がった。身を粉にして働く妻を思うと涙はとどまることなく溢れてた。妻。彼女は今何を考えているのだろう。不自由な自分に失望し、自分の未来をも絶望の蓋で閉じようとしているのではないだろうか。私は不意に妻をこの痩せ細った腕で抱きしめたい衝動に駆られた。妻を求めて部屋の中を無我夢中に見渡す。しかしそこに彼女の帰宅した様子はなかった。家に帰る途中でまた実家に寄っているのだろうか。食事の時間を一度だって遅らせたことがなかっただけに、私はいささか心に冷たい風が吹き込むのを感じた。実家に帰って帰りが遅くなっているだけならいいのだが、憶測は妻の元気な姿が見えないだけのことで、悪い方にばかり私を誘い込んでいった。事故に遭っていなければいいのだが、ベニヤ板を鋭い爪を立ててかきむしる音が、一層私を不安に包む。妻が私と娘を捨てて3日が過ぎた。パパ、ママは？ママはどこ？もう3日も何も食べていない娘の弱々しい声がかすかに聞こえる。ママはどうしたの？飢えと疲労で娘は泣くこともしなくなった。ママはね、お仕事なんだ。少し遠くまで行ったみたいだから帰りが遅くなってるんだよ。心配しなくていいんだよ。
すぐそこまで帰ってるんだから。思いつくままに嘘をついた。娘の顔がにわかに緩む。私はそんな娘の顔を見るのがとてつもなく苦しくつらい。妻はもうここには帰ってこないだろう。私たち親子は彼女に捨てられたのだ。娘はもうすぐ母親が帰ってくると信じているが、私は娘をなだめる言葉をこれまで何度言ったのか覚えていない。何も知らない娘は明日もまた訪ねてくるのだろう。パパ、ママは？ママはどこ？ママはどうしたの？明日娘にそう尋ねられたら、私はどう答えてやればいいのだろう。意識がままならない私の脳は答えを導くことを諦めたのか、それとも娘を見捨てようとしているのか、私に真っ白な映像を見せるだけだった。一匹の猫が私たち家族からささやかな幸せを奪い取っていった。なぜだろう。よりにもよって私たち家族でなくてもよかったのではないか。猫を飼ってきた日、娘は可愛いと言った。今でもそう思っているのだろうか。おそらく3歳の小さな脳でも家族が崩壊していった原因が何だったのか気づいているはずだ。娘は猫が爪を研ぐようになって次第に目を背けるようになった。代わりに日を追うごとに衰退していく私をねぎらって近づくようになった。娘は私のそばから離れようとはしなかった。しかし妻は私から離れてしまった。幼い娘を私に残して。彼女は分かっていたはずだ。もういつ死んでもおかしくない体の私には娘を育ててあげられないということを。なのに彼女は娘を私に残して姿をくらましてしまった。私が愛していた妻。彼女は母性愛に満ち溢れた女性だと思っていた。ずっとそう信じて一緒に暮らしてきたのに。しかしそれは私の勝手な思い込みで、ただの幻想でしかなかったのだ。そう気づくのに、私は時間をかけすぎたのではないか。寝たきりの私だけを捨てていくならまだしも、お腹を痛めて産んだ子も捨てて逃げてしまったのだから。もうよそう。彼女は帰ってこないのだから。いくら彼女への思いを憎しみに変えたところで、現実に疲れた彼女が、お仏の匂い漂う我が家の扉を開くことはないのだから。私の両目からは涙はもう出なかった。悲しみは消え、どこから湧いてきたのか、全身の至るところを打ちが這い回る。それに応えるかのように、じわじわとこの世を恨む憎悪の念が、萎えた心の中を這い回っていった。その卑しい念は、あどけない娘の寝顔を見るときに、一層増幅して私を驚かせた。この子だけは絶対に死なせない。絶対に死なせるわけにはいかない。憎しみが残された娘を思う私の親心を食い尽くしていく中で、娘を思う父親としての本能が怒りの炎を上げた。そして私を狂わせた者に呪いの言葉を吐かせ続けた。そもそも妻が私と娘を捨てて蒸発したのも、我が家にあの忌々しい猫がやってきたのが原因だ。あいつさえいなければ、私は体調を崩すこともなく、妻や娘を養っていくことができたのに、すべての原因はあの猫にある。妻が蒸発する少し前から、あいつの行動に異常を感じていた。狂ったように私たちの寝室の壁に爪を立て、ガリ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 ほじくり返そうとするあの姿は正気の沙汰ではなかった。
あいつは確実に私たち親子を狙っている。真っ先に狙いを定めたのは幼い娘だろう。娘はまだ小さい。そんな娘に襲いかかり、乱暴に爪を立て、そして喉元にがぶりとかじりつくつもりだったのだろうが、そうはさせるものか。絶対にこの子だけは守ってみせる。あいつも少しは知恵がついてきたらしく、私が病の床に伏していることに気づいたようだ。娘をもてあそんだ後、ゆっくりと自由の利かない痩せ細った私をおもちゃにするつもりなのだろう。そうなる前にこっちから先制攻撃してやろう。私は許さない。私から平和を奪い取ったあの猫を。どれくらい深い眠りについていたのかわからない。私は体を激しく揺さぶられているような感触に目を覚ました。おい、しっかりしろ。今すぐここから助け出してやるからな。うっすらとぼやけて仲間たちの姿が見えた。お前を助けるためにみんな来たんだ。誰かの声の合間に他の誰かが涙をすすっている音が聞こえた。一体どうしたことだろう。助け出すとはどういうことだ。私は皆目見当がつかなかった。だが猫嫌いの友人たちがわざわざうちに訪ねてくれたことが何より嬉しかった。どうもありがとう。よく来てくれたね。何分こんな体なものだからお茶すらも入れてやれないんだ。許してくれ。こんな自分が惨めで情けないよ。私はやるせなかった。おい、そんなことはどうでもいいんだよ。早くここから出るんだ。しかし、よくそんな体で今まで生きていられたな。仲間たちの同情が惨めでとても辛い。もうこの数ヶ月、ほとんど食べられないでいたんでね。食欲がなくて、娘もここ何日も食べていないんだ。私はすぐそばで眠っている娘の頭を撫でてやろうと手を伸ばした。しかし娘はどうしたことか、手が届くところには見つからなかった。残念だったな。仲間が涙を浮かべてつぶやいた。私には何が残念なのか理解できない。お嬢ちゃん、亡くなってたよ。君と同じくらい痩せ細って、餓死だ。私は仲間の言葉が理解できなかった。この男は私を起こすなり意味不明なことばかり口にする。私はそっとまぶたを閉じた。これはまだ夢なんじゃないのか。夢に現れた仲間たちは、私をここから助け出すだの、娘が餓死しただのと奇妙なことばかり言う。これは悪い夢なんだね。私はつぶやいた。現実の地獄から回避された夢の中にいながら、私は目覚めた時の感覚で物事を考えることができていた。そんな自分に気づいた時、思わず私は微笑まずにはいられなかった。そんな時、仲間たちのひそひそと話している声が聞こえてきた。ダメだ。頭をやられてる。幻覚を追いかけてるよ。この状況だからそうなるのも仕方ないさ。とにかく急ごう。他の連中がおとりになっているうちに。そうだな。じゃあ持ち上げるぞ。せーの。大きな掛け声とともに私の体がふわりと宙に浮いた。仲間たちが軽々と私を抱え上げたらしい。これも夢なのか。しかし夢とは思えないほどリアルな感触が皮膚を伝っている。寝室を出た時に
猫が死に物狂いで家の中を逃げ回っている音が聞こえた。他の仲間たちに追いかけられているのだろう。暗闇の中を慌てて逃げるものだから、部屋のあちこちで頭や体をぶつける音がとてもやかましい。時折自動車の急ブレーキに似たうめき声も聞こえていたが、仲間たちは執拗にあいつを追い、痛めつけたのだろう。私はあいつに哀れみは持たない。私の幸せな生活に土足で踏み込み、自由気ままに悪さをし、挙句の果てに私が夢に描いていた幸福に満ちた未来をも叶わぬものにしたのだから。あいつには罪がないのかもしれない。多分そうだろう。だが、現実にあいつがそこにいるだけで、家族は崩壊してしまったのだ。仲間たちに痛めつけられながら思い知るがいい。我が家に来たことが、我が身に災難を招いたことを。仲間たちに担がれ外に出たとき、爽やかな外気が私に微笑みかけてくれた。もう何年も外に出たことがなかったような感じがした。新鮮な空気。そよ風が体毛を撫でながら通り過ぎてゆくのが、これほど気持ちいいものだとは思わなかった。私は猫の体臭が立ち込める地獄から解放されたことに、大いに喜びを感じていた。それにしても仲間たちはなぜ私一人を外に連れ出したのだろう。私一人を助けるのはどう考えてもおかしい。娘は、あの子が一緒でなければ私はどこにも行けない。おい、母さん、目を覚ましたぞ。早く来なさい。懐かしい父の母を呼ぶ声が聞こえた。ああ、よかった。駆け寄った母が私の手を強く握りしめて涙を流している。ここはどこだろう。父さんも母さんも一戸建ての我が家には一度だって来ようとしなかったのに。今日はまたどういう風の吹き回した？もう何も心配しなくていい。よく頑張ったな。本当よく頑張った。父も私の手を握りしめてきた。さっぱり両親の言っていることがわからない。よく来てくれたね。あんなにここに来るのを拒んでいたのに。私は両親に微笑みかけた。素直に我が家に来てくれたことが嬉しかった。まだ意識がぼーっとしてるんだね。ここはお前の家だよ。お前が生まれ育った団地だよ。母はもう泣いていなかった。私はどうやら実家に連れて来られたみたいだ。目覚めたら実家に帰っていただなんて。夢じゃなかったんだね。そうだよ。ここは団地だよ。もう恐ろしいことは起こりはしないよ。母の声を聞きながら、静かにまぶたを閉じた。そうか。もうあいつもいないんだな。あいつさえいなければいいんだよ。これで家族は幸せになれるんだ。私は妻と娘の具合が無性に気になった。そうだ。妻はどうした？娘はどこだ？私は目をかっと見開いて、横たえていた体を起こそうとした。どうしたんだい突然。まだ容体は良くないんだからね。横になって休んでなきゃダメだよ。家族は、妻は、娘はどこ？私は言葉にならないままに叫んだ。父と母が視線を背けた。私は嫌な予感を感じた。気を落とすんじゃないよ。いいね。何を言い出すんだよ。母の言葉に私は狼狽した。孫はお前のすぐそばで丸くなって死んでたそうだよ。何も食べてなかったんだね。
骨と皮だけになって目を見開いて死んでたそうだよ。頭の中が真っ白になったかと思うと、突然激流が流れ込んだかのように、様々な情景が頭の中でうねり始めた。そんなバカな。あの子が死んだ。嘘だ。変な冗談はよしてくれよ、母さん。あの子が死ぬわけないよ。あの子はね、僕のそばにはいなかったよ。仲間に起こされた時、手探りで探したんだ。でも、いなかった。お前を起こす前に、孫は外に移されたんだよ。全身の筋力が地球の引力に耐えられず、その場に崩れ落ちた。自分で震わしているわけではないのに、奥歯はカチカチと音を立てて、全身は激しく震えていた。嘘だよね。辛いけど、本当だよ。母は涙をいっぱいに溜めた目を向けていた。息苦しい。とても息が苦しい。頭もどうにかなりそうだ。そんな話をどうして信じられると言うんだ。妻が僕と娘を捨ててからというもの、あの子はずっと僕のそばにいた。なのに。両目から涙が吹き出してきた。ああ、お前はまだ知らなかったんだね。何がだよ。妻の居場所が分かったとでも言うのかい？ねえ、母さん、彼女はどこにいるの？私は母にのしかかるようにすがり寄った。お前、今、お前と孫を捨てたと言ったね。ああ、悲しいが、彼女は僕たちを見捨てたんだ。かわいそうに、お前が母さん不憫でならないよ。母が涙を袖で拭った。どういうこと？あの子はね、お前と孫を見捨てたんじゃなかったんだよ。働けないお前に代わって、お前と孫にひもじい思いをさせないために必死で働いていた。一度うちに同居の相談で来たことがあったよ。あの子はお前を元の体に戻すために必死だった。決してお前たちを裏切るような子じゃなかった。あの子は軒下にいたんだよ。軒下？どうしてまたそんなとこに？なぜ家の中に入ってこなかったんだ？ちゃんと家には入ってたんだよ。母がそう言ったとき、それまで静かに聞いていた父が涙声で言った。だから猫のいる家からは早く出るように言ったんだ。父はそう言うと顔を真っ赤にして怒りを押し込めた。軒下でね、あの子は骨になってたよ。その瞬間、私は意識が遠のいていくのが分かった。遠くで父と母の声がかすかに聞こえていた。今も昔も猫はネズミを取って食うんだ。だからお前が一戸建てに住み着くと言った時、私は反対したんだ。強引にでも一戸建てに住まわせないように食い止めるべきだったんだ。すみません。私がこの子を甘やかして育てたばっかりに、取り返しのつかないことをしてしまいました。ネズミはネズミらしく、集団で生きなければならないんだ。妻と娘を失って、もうどれくらいになるのだろう。二人を亡くしたショックで気が触れたと思われ、両親と仲間たちに半ば強制的に病院に入院させられた。ここでの生活は快適だ。ペットなんて絶対に侵入してこない。建物の構造も団地によく似ている。食事は決まった時間に毎日3度用意してくれる。体がどこも悪くないから、病院の敷地内なら散歩も自由だ。妻と娘が亡くなる前、もう随分前のことのように思うが、
こんな生活に憧れたこともあった。昼間は中庭の日が差す場所で昼寝をして楽しんでいる。こんな生活をどのくらい続けているのか本当にわからない。この先もどれくらいこの生活を送るのかわからない。ナースや患者さんが中庭にいる時など、たぬき寝入りでその人たちの会話に耳を澄ますことがある。たまに私の噂話をしている人たちに出会うことがある。不思議なことに、私をちらちら覗き見ながら、みんな同じことを話しているのはなぜだろう。あそこの日だまりでお昼寝されてる患者さん、あの方、ご自分のことをネズミだと思い込んでるのよ。あ、その噂聞いたことがあります。あの方でしたか。中央病院のネズミ男さんって。毎年毎年こんな会話を耳にする。おかしな話だ。みんな何を考えているのだろう。まるであたかも自分たちは人間であるかのような話しぶりだ。鏡に全身を映したことがないのだろうか。お尻からひょろりと垂れた尻尾が見えていないとは言わせないぞ。この病院のドクターもナースもみんな私を人間だという。何をとぼけたことを言っているのか。どこからどう見ても私は正真正銘のネズミではないか。人間だと思い込んでいるあの連中はどうやら相当に頭がいかれていると見える。かわいそうに。もう随分と長い間、人間の生活に合わせて生きてきたとはいえ、所詮ネズミはネズミでしかない。いくら人間と共存したからといって、ネズミが人間になれるわけがない。ほんと、つくづくかわいそうな連中だ。そんなに人間だと思いたいのなら、一度猫を抱いてみるがいい。私はもうコリコリだ。